まず高校、を卒業しまして、はい、僕は、まあ、いろいろとちょっと揉めまして大学、受験を、突然辞めてしまいまして、風太郎になりました。風太郎、端的に言えば人間失格太郎になりまして、その時に、ちょっと周りが心配してくれて、大学の先輩が、その知り合いの新人の漫画家さんを紹介してくれて、僕は絵の経験はほとんどなかったんですが、その手伝いのアルバイトをやらないかと、仕事もなくブラブラしてるんで、ということで、その漫画のアシスタントの現場に行ったんですが、とにかくその漫画の経験がまあほとんどないわけですよね。それでいきなりその、まあ、ペンを渡されてビールを書いてみたいに言われて、書けないじゃないですか。で、なんか役に立たないと悪いなと思ったんで、その石膏デッサン分かりますか、はい、あれをそうですね、その時だから全然やってなかったんですが、石膏デッサンをやると絵が上手くなるんじゃないか、その絵の勉強っていうと、その日本だと石膏なんで描くようなのがあるじゃないですか、あれをやると絵が上手くなるんじゃないかなと勘違いしまして、美術系のその予備校ですね、美術系の予備校で、そういうあの石膏デッサンのコース、まあ、あのアルバイトとして学校に行って行きまして、でそこで、まあ、その作業自体非常に楽しかったので、まあ、そのままずるずるとその予備校で絵を描いているうちに、ひょっこりと大学に受かりまして、で、日本のその伝統的な、絵画、日本画トラディショナルペイント、のコースに、行きまして、で、その頃にその学費を作るために、絵を描くアルバイト、例えばゲームの攻略本ですとか、まあ、チラシ仕事ですよね、まあ、そんな雑誌の広告の仕事をやって、まあ、そういうしょぼい仕事をいっぱい重ねているうちにその、95年頃に、日本でインターネットが、はい、割とこう知ってる人はそのポチポチとやり始めまして、はい、僕も自分のウェブサイトを作って、でそのウェブサイトの絵を見て、仕事に入りました。僕はまあ大学を卒業してこうすごいこうバブルの頃だったんで、はい、こう自分は本当はね、海外プラントのこう建築 の、 海外で緑化のプロジェクトとかやりたくて、はい、建築会社受けてたんだけど、あ、そうなんですか、最終面接で落ちて、はい、もういいやと、働かないで、人間失格ということです。いや、まあ、ただその君と違うのはもうその後なんか、まあ、今のパイオニアからそのダイレクトメールっていうか、こ う、 うちはこういう会社なんでどうですかっていうのが来て、はい、まあ、こう第一志望落ちたし、行くか、行くかって受けたら、まあ、そのまま希望じゃなかったんですか。うん、何にも逆にアニメーションとか全くほとんど見たことなかったし、はい、どっちかって言ったら音楽、はい、大学時代はバンドとかやってたりとか、はい、そういうことやってたから、はい、音は、まあ、ある程度興味あったけど、はい、映像って全く興味はなかった、はい、ただまあそれでこう会社入ってからまあ3年ぐらいセールスをやって、でなぜか知らないけど急にそのアニメーションの制作に呼ばれて、そこからもひたすらずっと一緒かな。僕の場合は家が囲碁の囲碁棋士の家なんですね。で、僕はまあ2つか3つぐらいの頃から12歳ぐらいまで囲碁をやってまして、まあ、才能なしということで破門というか人間失格、まあ、この頃からそういう人生だったんですが、まあ、やめたというかもう見込みなしということで見捨てられまして、ただその間だからその小学校時代というのはそのテレビも漫画も、完全にではなくこっそり隠れて見てはいましたけど、基本
的には、ほどを見ていないので、その漫画原体験みたいなものは子供時代にあんまりない、で今も、漫画やアニメというのは、それほど見てはいない。僕から言うとアシスタントの仕事というのは名前の出ない裏方の手伝い仕事なんで、最初はあれか、94年にアフタヌーンの新人賞を取ってるから、ちょっと話はさっきの話とちょっと前後しちゃいますけど、94年に一度、講談社のアフタヌーンという雑誌で、その漫画のアシスタントやってるうちに自分でも漫画が描きたくなって一本書いたんですね。それが、準入選、指揮賞というその漫画の新人賞を取りまして、紙面に掲載されて原稿料が出た。多分それがいわゆる僕の名前が出て、ちゃんとやってるものの一番最初ですね。僕はね、マッドハウスっていうアニメーションプロダクションとこう OVA の企画がこうあって、それのアシスタントが初めてかな。多分日常の生活であるとか、その生活の中で見聞きしたものが一回記憶に入ってずっとそのこう寝かされてるというか、で何かその自分の中のフィルターを通して出てくる。だから好きな今アーティストだったり映画だったり小説だったり、絵画とかだとゴッホとかエゴン・シーレとかすごい好きだったりとかね。ただそれってもう日本ってすごい情報量がこういっぱいあって、いろんな情報とかいろんなテイストのものいっぱいいっぱいこう自分がこう欲したらもう取り入れられる環境だから、もう本当にねこう雑食動物でもそれがこうやっぱり自分がこう成長していく過程でやっぱりねどっか根付いてて今の自分っていうのはやっぱりあるかな。全く純日本的とかその自分のアイデンティティだけでなんか形成されたものじゃなくて、それこそフランスだったりアメリカだったりイギリスだったりこういろんな国のひょっとしたらそれはこうフランス人にとってはそればっかりじゃないよっていうことかもしれないけど、僕らはやっぱりそういう雑多なこう情報とかを自分の中で抜かして、じゃあこう自分としてどう表現していくかって時にやっぱりこうそれなりにこうアイデンティティがあったりするから、そういうのがやっぱりこう熟成されて出てきてるものだと思う。特にね、阿部君との関係で言うと、レインは僕がそのコンセプトっていうか原案を書いて阿部君をスタッフに引き込んで絵を描いてもらったりとかして、で一緒にこう、そのアニメーションの制作中もいろんなことを一緒にやったり雑誌の連載やってもらったりとか、割と僕発信のものもあるし逆に阿部君発信のものもあるし、今はこうちょうど打ち合わせしてるのは今度はまた。